小人イノシシは、哺乳工具定木イノシシカポーキアラ属に分類される、偶定類。本種のみで、ポーキアラ属を構成する。インド、バングラデシュ、ブータンでは絶滅。東道町50から71センチメートル。お長がにから3.5センチメートル。体高25から30センチメートル。体重6から10キログラム。イノシシカ最小種。尾は短く、先端に。 棒状の体毛がない。皮膚は肺褐色で黒褐色の合毛で覆われる。磁界は小型で楕円形。頭部にイボやコブはない。乳頭の数は左右に3つずつ。以前はイノシシ属に分類され小型であること、全球種と乳頭の数が他のイノシシ属の構成種よりも少ないことから本種のみで小人イノシシア属、ポーキアラを構成する説もあった。 2007年に発表されたミトコンドリア DNA の制御領域、シトクロム B16S なの塩基配列を決定し、ベース法によって行われた系統推定から本種のみで独立した属を構成する説もある。草丈が2から3メートルと高く、低木が点在する水辺にある草原に生息する。4から20頭からなる家族群を形成し、生活する。 25ヘクタールの行動圏内で生活する。植物の地下茎、根、鳥類の卵、昆虫などを食べる。繁殖様式は体制妊娠期間は100から100発か。4から5月に1回に2から6頭の幼獣を産む。寿命は10から12年。宅地開発や農地開発、放牧、寒気の野焼きによる生息地の破壊などにより、 生息数は減少している。生息数が少なくなったことで、原住民による食用の狩猟での影響も懸念されている。一時は絶滅したと考えられていたが、1971年に再発見された。1995年にインド政府が国際自然保護連合などと連携し、回復計画を開始した。分布域であるマナス国立公園で、 野生個体を捕獲し、飼育下で繁殖させる試みが進められている。一方で、主な生息地であるマナス国立公園の一部に、統制の及ばない地域があり、密漁や違法伐採などが懸念されている。1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書 I に掲載されている。ありがとうございます。